この日はラストシーンの稽古を行います。やってみよう。やってみよう。気が重いけどもう一発で終わらせる。この気の重さをお芝居に乗せて。なるほど、わかった。新しいものが生まれるかもしれない。そうね。ラストシーンの稽古が終わりました。際どいでしょ、このなんかやってる感、やりきるのが怖い感じ。なんかあーやだ、やっちゃってるみたいな。でもなんか整理ができた気がする、今の一つ一つの動機。2020年の時とかなんかもううわーとかなんか叫んでた気がする。この日はお芝居を最後まで止めずに行う通し稽古の日。照明の南さんが稽古場を訪れました。若者は寝ることもなく懸命に旗場を作ってやる。いいよ、いい。ヒロ君は何もしなくて大丈夫だから練習でもしてって。南さんはこれまでも小沢さんの舞台で照明を担当してきました。なんかよりその最初のシーンがこう通し稽古が終わり、代役の杉山さんが感想を伝えます。それと誇張のバランスってことが、ね、うまく取れたらそうだよね、なるしってことだよね。そう、今日のだとね、ちょっと笑い度合いがね、はい、めっちゃ気づく、難しい。南さんの感想は小沢さんにとって意外なものだったようです。まあちょっとそれちょっと考えてみようかな、うん、ありがとうございます、うん、ここのフレーズ、ここのフレーズ、ここのフレーズ、頭からシーンごとの照明を細かく決めていきます。ちょっときっかけがないかな、ね、うん、上げた方がシンプルなんじゃないのかな。 OKOK、うん、じゃあそうしましょう。打ち合わせはスムーズに進み、ラストシーンへ差し掛かりました。最後に何か落とすのか、深い明るくとか希望に満ちる感じじゃない気がする。これまでの鶴かもしれないにも参加してきた南さん、ラストシーンの印象がいつもと違っていたといいます。うんうんうん、ずっと変えてないよね。変えてないと思う。なんで今こんなことになったの？いや、あのね、いや変えてないというか印象はだいぶ変わってると思う。今コロナウイルスの時代を誰もがもう経験した中で、で僕も作る側としても意識は入っちゃうんですけど、でも物語で描いてるようなことは今の時代だからこそちょっと起こりうる、かなり前より2014年の時とか2016年2020年の時よりもちょっと起こりやすくなっている話。特にこの2年間なんだけど実家に帰ろうかなとか、うん、なんかそういう思いを結構、なんでこんな家にいてでも生活費だけかかって、僕としても答えはまだ出てないけど、うん、ちょっとその要素を加えたいなって思ったのが今回だったっていう。二人はこの後も話し合いを続けました。そして、あ、でもそうかも。それすごい大事かも。わかった。すっごいありがとう。うん、ってなると、あ、わかった。見えた。うん。あ、いいかも。ありがとうございます。とてもめちゃくちゃいい意見を。差し出るかもしれない。いや、本当にこれの意見が聞けるかどうかで、だいぶ変わるわ。小沢さんは、南さんの意見を取り入れ、中盤のお芝居を修正することにしました。やり通すことも全然できるけど、うんうん、それやってると意見聞いてもね、分かんなくて、なんかその意見は、いや僕はこう思ってるからこれでやりますみたいになっちゃうもんね。でもそうなると一人芝居だと得意よね。ね。そうなっちゃうからね。
大事だね、そういう風に捉えられるんだっていうのを僕も外から見れてないからやっぱり、うんうんうんあ、オッケー、ありがとう。オッケーです。よし。はい。この日、稽古はお休みでしたが、小沢さんは一人稽古場を訪れていました。じゃあ今のシーンチェックします。ミスったのは3箇所ぐらいかな。セリフが出てこなくなりますよね。うん、それがいつも同じところです。はい、すみません。うん、で、このすみません、すみません、これがちょっと早い、2回目が早いですね。これがタイミング、ちょっと大事かなって思います。飲んじゃおっかな、かな、飲んじゃおっかな。ええ、食べさせてください。ええ、食べさせてください。はい、じゃあシーン2。6日だ。6日、6日ですね。そうですね、もう1週間後に空いてますね。今はどういう状況でしょうか。どうやって体を休めようかをすごい考えている時期です、今。めちゃくちゃ。15日にお一人でダメ出しも含めてやられて、自主練しちゃおうかなと思って、一人でやっぱり自主練をしてると、なんか、なんて言うんでしょうね、誰にも見られてないから、素直に自分、声も大きく出さなくていいし、みたいな。素直になんか自分の感情を見つめられて、新しい発見がいっぱいあったっていうか、で、それを次の稽古で見られてる状態で試してみると、なんかやっぱり見られてる緊張感と、なんかこういいバランスがすごい取れるというか。台本に関しても、うん、稽古を進める中でこう削ぎ落としていったり進化させていったりっていうのがすごく僕もメイキング見てて、ここカットしようかとかバスバス言っちゃってるんですけど、でも本来例えば僕が演出だけのお芝居をやる時とか、作家さんがどなたかいらっしゃるとかってなった時とかは、そんな簡単にカットってやっちゃダメなので、確認がいろいろ必要だったりもすると思うので、ただこれは僕の創作ではあるので、自分でやっぱり書いて自分で演じる、自分で演じる時に、あ、これはちょっと喋りすぎだなと思ったらこうカットできる。いただいたアイデアが面白かったら、それに乗っかっちゃうので、だからなんて言うんだろう、ヘアメイクの笹川さんの案にしても僕は絶対に浮かばないことだし、衣装のきょんちゃんにしてもね、そんな衣装になるとは僕も思ってなかったし、でもめちゃくちゃやっぱり、あ、物語をすごい考えてくれた結果それが生まれてるんだって思うと、なんかいわゆるいろんな人の視点からこうやって僕が思ってる物語とは違う、私はこう思うよ、私はこう思うっていうのが集まってるから、そういうものでできた方が楽しいし、いい創作の創作なんじゃないかなって、創作として舞台を、演劇を作るっていう意味ではすごくいい形な気もするんですよね、自由に。ありがとうございます。小沢さんは今日も稽古を続けます。小沢さんの夢がたくさんの人を巻き込んで今形になろうとしています。2月23日からの鶴かもしれない2022、ぜひ劇場でご覧ください。